装束についてもハッサンはムハンマドが黒いターバンを巻いていたことからイスラム国のシンボルカラーになっているそうなんですね。で実際にこちらイスラム国の旗があるんですけども、こちらも黒なんですけれども、このイスラム教徒にとって黒という色は特別な色なんですか？